こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ青い海の伝説についてお話します。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。時を超えた愛の物語、韓国ドラマ青い海の伝説。2016年に放送された韓国のファンタジーロマンスドラマ青い海の伝説は、イ・ミンホとチョン・ジヒョンが主演を務め、人間と人魚の時を超えた愛を描いた作品です。物語は1598年の朝鮮時代から始まります。人魚セファチョン・ジヒョンは悪徳商人に捕らえられますが、賢霊タムリョン・イ・ミンホによって救われます。幼い頃から出会っていた2人は思い合っていましたが、タムリョンが他の女性と結婚しなければならない事情があり、結ばれることはありませんでした。セファはタムリョンの幸せのために自分を消す能力を使い、彼の記憶から自分を消します。時は流れ、現代のソウルで人魚シムチョンチョン・ジヒョンはイケメン詐欺師ジュン・ジェイ・ミンホと出会い、運命の再会を果たします。このドラマの見どころは、イ・ミンホとチョン・ジヒョンの演技力と美しい映像美です。彼らが演じるキャラクターの情熱と複雑な感情が視聴者の心を魅了します。また人魚と詐欺師という異色の組み合わせが生み出すファンタジックなストーリー展開やコメディ要素が散りばめられたラブコメディの要素も楽しめます。青い海の伝説は400年以上の時を経て再び出会った人間と人魚の運命の恋の行方を描いた作品です。その感動的なストーリーは視聴者の心を捉え、時を超えた愛の美しさを優しく語りかけます。興味を持たれた方は、ぜひこの韓国ドラマをご覧になってみてください。青い海の伝説は、多くの人に愛される作品となっています。伝説の再構築、韓国ドラマ青い海の伝説。韓国で2016年に放送されたドラマ青い海の伝説は、実話に基づいているわけではありませんが、韓国の説話集オーヤダムに登場する伝説がモチーフとなっています。この説話には、実在の人物が捕まえた人魚を海に返してあげたという逸話がありますが、ドラマはその伝説を現代的な解釈で再構築したファンタジーロマンスです。完全な創作物語として書かれています。物語は1598年の朝鮮時代から現代のソウルに至るまでの時空を超えた愛を描いています。人魚と人間の間に生まれた運命の絆や愛と別れ、そして再会の物語が織りなされます。このドラマは伝説的な要素を取り入れながらも、現代の視点から新たな解釈を加えています。その結果、視聴者は古代の説話からインスピレーションを得たファンタジーの世界に没入しつつも、現代社会で共感できるテーマや感情に触れることができます。また青い海の伝説はイ・ミンホとチョン・ジヒョンという実力派俳優の演技力や美しい映像美、ファンタジーとロマンスの要素が絶妙に融合した作品として高く評価されています。このように古典的な伝説を現代の視点で再構築し、新たな魅力を加えた青い海の伝説は、韓国ドラマファンにとって必見の作品です。古きを新しく、新しきを古く、時を超えた愛の物語が心に響きます。ファンタジーとロマンスの傑作、韓国ドラマ青い海の伝説。監督と脚本家は、韓国ドラマ青い海の伝説はチンヒョク監督とパクジウン脚本家が手がけた、絶滅危機に瀕した地球上、最後の人魚と天才詐欺師との間で繰り広げられるファンタジー恋愛ドラマです。
監督のチン・ヒョク氏と脚本のパク・ジウン氏はそれぞれの分野で多くの成功作を手掛けています。パク・ジウン氏は星から来たあなたや愛の不時着など数々のヒット作を生み出している脚本家として知られています。彼女の緻密なヒッチによって青い海の伝説は独創的で魅力的なストーリーが展開されます。このドラマは絶滅危機に瀕した人魚と天才詐欺師の出会いを中心にファンタジーとロマンスが織りなす壮大な物語が書かれています。その独創性と深い感情表現は視聴者を引きつけ心を打ちます。またチン・ヒョク監督の手腕によって美しい映像美と緻密な演出が実現されています。彼の独自の視点と演出力によって青い海の伝説は視覚的な魅力も兼ね備えています。絶滅危機に瀕した人魚と詐欺師という異色の組み合わせが生み出すドラマの世界は視聴者の心を捉え想像力を刺激します。青い海の伝説はファンタジーとロマンスの融合が生み出す魅力に満ちた傑作です。このドラマは視聴者に夢と希望を与え想像力を刺激するだけでなく深い愛と感動をもたらします。ぜひ青い海の伝説をご覧になってその世界に浸ってみてください。海底の美しき姫チョン・ジヒョンの青い海の伝説での演技。韓国ドラマ青い海の伝説でチョン・ジヒョンさんが演じた役どころは絶滅直前の地球上最後の人魚シムチョンです。彼女は純粋でありながらも全ての出来事に馴染みがなく不思議がる性格を持っています。この役柄でチョン・ジヒョンさんは純粋さと本能的な行動を見事に表現し視聴者を魅了しました。彼女の演技には水中での撮影が多かったためスキューバーダイビングや素潜りの訓練を積んで水中での優雅で自然な演技を披露しました。この努力の結果彼女の演技は神秘的で美しい人魚の姿を見事に表現しておりその新しい挑戦は多くの賞賛を受けました。青い海の伝説でのチョン・ジヒョンさんの演技はその純粋さと繊細さそして水中での優雅な姿が視聴者の心を捉えました。彼女の演技は物語の中で重要な役割を果たしドラマ全体に深い感動と魅力を与えました。彼女の活躍は単なる演技力だけでなく新たな挑戦と努力によっても支えられています。チョン・ジヒョンさんは常に自らの限界に挑戦し視聴者に新たな感動と驚きを提供してくれる存在です。一人二役の魅力イ・ミンホの青い海の伝説での演技。韓国ドラマ青い海の伝説ではイ・ミンホさんが朝鮮時代の官僚キム・ダムリョンと現代の詐欺師ホ・ジュンジェという一人二役を演じました。ダムリョンは正義感が強くジュンジェは捨てられた過去を持つ冷徹なキャラクターとして書かれています。イ・ミンホさんは時代や状況によって異なる雰囲気と感情を見事に表現し視聴者に深い印象を残しました。彼の演技の魅力は人魚シムチョンとの甘いロマンスやジュンジェが徐々に心を開いていく様子を見事に表現した点にあります。またシムチョンの不思議な行動に対するジュンジェのコミカルな反応もドラマの見どころの一つでした。撮影エピソードに関してはイ・ミンホさんは水中での演技に挑戦しスキューバダイビングや素潜りの訓練を積んで臨みました。水中での撮影は体力的にも精神的にも大変であり低い水温に耐えなければならなかったそうですが彼はとても大変だったけどチャレンジングで楽しかったと振り返っています。イ・ミンホさんの多彩な演技と撮影への真摯な取り組みがドラマの成功に大きく貢献したことは間違いありません。彼の一人二役の魅力と
水中での挑戦による真摯な演技は、青い海の伝説をより深い感動と魅力に満ちた作品に仕上げました。イ・ミンホさんの存在感はこのドラマに欠かせないものとなりました。世界を舞台にドラマ青い海の伝説の魅力あるロケ地、韓国ドラマ青い海の伝説はその壮大な物語だけでなく美しいロケーションでも知られています。このドラマは韓国国内とスペインの複数の場所で撮影され、その風景美が視聴者を魅了しました。まずソウル市内の N ソウルタワーが見える場所で詐欺師ホ・ジュンジェの自宅のシーンが撮影されました。ジュンジェの家の外観は一般の家で、ドラマでは3階建てに加工されて利用されています。このような一般的な場所での撮影が物語のリアリティを高め、視聴者により身近な感覚をもたらします。またスペインの様々な場所もロケ地として利用されました。パラオ、コルーニャ、カタルーニャ音楽堂、サントバルトメウセーテクラ教会、ヘラクレスの塔など、スペインの美しい風景がドラマに彩りを添えました。特に水中シーンの多くはパラオで撮影され、その透明度の高い海と壮大な景色がドラマの世界を一層幻想的に演出しました。さらに韓国国内の他の場所もロケ地として活用されました。スターフィールド江南、アクアプラネット冷水、即走など、韓国の美しい風景もドラマの舞台として登場しました。これらのロケ地はドラマの背景としてだけでなく、実際に訪れるとその美しさに魅了されることでしょう。ドラマの世界を実際に体験できる場所として、ロケ地巡りも楽しい活動の一つです。青い海の伝説の魅力的なロケ地を巡る旅は、ファンにとってまた一つの素晴らしい体験となることでしょう。感動の調べドラマ青い海の伝説の OST、 韓国ドラマ青い海の伝説はその壮大な物語だけでなく、感動的な音楽でも多くの視聴者を魅了しました。 OST オリジナルサウンドトラックには以下の美しい楽曲が含まれています。まずラブストーリーは LYN リンによる曲で、ドラマのロマンチックな雰囲気を高め、視聴者に深い感動を与えるために作られました。この曲は特に主人公たちの感情を表現するのに効果的に使われ、多くのファンに愛されています。またあなたという世界はユンミレによる曲で、ドラマのファンタジックな雰囲気をより一層引き立てます。ジョンヨプの君に傾いていくやハヒョヌ GUCKKSTEN のときめく少年のようにといった曲も、ドラマの物語に深みを与える重要な要素として挙げられます。さらにソン・シギョンのどこかでいつかやイソニの風花、そしてケン VIXX のバカといった楽曲も、ドラマの感動的なシーンを盛り上げるために重要な役割を果たしました。これらの曲はドラマの物語をより一層引き立てるための大切な要素であり、聴くだけでドラマのシーンを思い出させる力があります。青い海の伝説の OST はその物語の美しさや感動をさらに高め、視聴者の心に深い印象を残しました。スタイリッシュな魅力、ドラマ青い海の伝説のイ・ミンホさんのファッション、韓国ドラマ青い海の伝説でイ・ミンホさんが演じた詐欺師役のキャラクターは、その洗練されたファッションでも多くの注目を集めました。彼の着用した衣装は主に以下のような有名ブランドから選ばれました。まずオーディナリーピープル ORDINARYPEOPLE はドラマ内でイ・ミンホさんがチェックシャツを着用していました。この韓国ブランドは普通の人々を意味し、平凡ながらも特別な存在を表現することをコンセプトにしています。次にノアンノアン
はイ・ミンホさんがオリーブ色のシャツを着用したブランドです。このブランドは誰もが楽にスタイリッシュにおしゃれに着こなせるような服を作ることを目指しています。またアンダースーンベル ANDERSSONBELL は黒のタートルネックに黄土色のスウェードジャケットを提供しました。このブランドは韓国で人気があり、多くの有名人やアーティストにも愛用されています。最後にニールバレット、ネールバレットは高級ブランドであるニールバレットのファー付きのムートンジャケットがイ・ミンホさんの衣装に加わりました。これらのブランドが提供した衣装は彼の詐欺師役のキャラクターを際立たせるだけでなく、そのスタイリッシュな魅力も引き立てました。視聴者からも高い評価を受け、彼のファッションはドラマの一部としても大きな注目を浴びました。感動のドラマ青い海の伝説、忘れられない印象的なシーン。韓国ドラマ青い海の伝説には多くの感動的なシーンがありますが、特に記憶に残るいくつかのシーンをご紹介します。1、運命の絆と永遠の愛。このドラマは絶滅直前の地球上の最後の人魚であるシムチョンと天才詐欺師ホジュンジェの運命的な愛を書いています。彼らの切ない恋の物語は時空を超えて続く永遠の愛の証です。2、過去と現在の恋。物語は1598年の朝鮮時代から現代のソウルまで過去と現在を行き来しながら展開されます。過去の時代では賢霊のタムリョンと人魚のセファの切ない恋が書かれ、その運命の結末は視聴者の心を打ちます。3、記憶を消すキス。現代のソウルでジュンジェがシムチョンの人魚の姿を目撃し、彼女の記憶を消すことになります。400年以上の時を経て再び出会った2人の感動的な再会の瞬間は視聴者の心に深く刻まれます。4、感動的な再会。シムチョンの誕生日会でのユランとジュンジェの再会は感動的な瞬間です。ナムドがカン・ジヒョンのことをユランに尋ね、ジュンジェがその女性の正体を知る場面は視聴者を胸を打つ感動の連続となります。これらのシーンはドラマ全体の美しいストーリーとともに視聴者の心に深い印象を与えました。物語の展開やキャラクターの成長、そして愛の力が描かれるこれらの瞬間は多くのファンにとって忘れられないものとなっています。興味があればドラマ全体を通じてこれらの感動的なシーンを体験してみてください。感動のドラマ青い海の伝説、心に残るセリフ。韓国ドラマ青い海の伝説には多くの感動的なシーンとともに心に残るセリフもあります。以下はその中のいくつかです。1、運命の約束。生まれ変わっても巡り合い、愛し守り抜くこの約束は決して忘れない。このセリフは運命に翻弄されながらも永遠の愛を誓うシーンで使われ、視聴者に深い感動を与えました。2、愛の本質。誰かを愛するとそいつの全てを信じてしまう、そいつの生き方に合わせるようになってしまう。愛することの意味と犠牲について語るジュンジェのセリフです。3、愛の力。愛してると言うべきじゃない言葉が2つある。愛してるとお腹減っただ。人魚のシムチョンがジュンジェに愛を告白するシーンでのセリフで愛の純粋さと無垢さを表現しています。4、愛の勝利。私にとって愛することは一番簡単だった。抑えたくても愛してしまう、失望したくてもできなかったわ。愛する気持ちが勝ってしまうの。シムチョンがジュンジェに対する自分の感情を語るセリフで愛の強さと普遍性を象徴しています。これらのセリフはドラマの中で重要な瞬間を彩り、視聴者に感情移入を促す力を持っています。ドラマを見る際は
これらの言葉がどのような状況で使われるかにも注目してみてください。魅力あふれるファンタジードラマ青い海の伝説の幕開け前何話、第1話のあらすじは、韓国で放送されたドラマ青い海の伝説は全20話のエピソードで構成され、日本では BS 富士で放送されたバージョンでは全26話となっています。その第1話は物語の舞台となる重要な出来事を書いています。1598年の光源堂で新任県令のタムリョンは偶然にも生け捕りにされた美しい人魚と出会います。人魚を憐れみ彼女を解放する決断を下すタムリョンの行動は彼の正義感と人間らしい優しさを象徴しています。この出来事は物語の鍵を握る重要な背景を提供し、視聴者の興味を引きつけます。そして時は流れ、物語は現代のソウルへと移ります。詐欺師として生きるジュンジェの登場はドラマの謎めいた雰囲気を一層深めます。過去と現代を行き来しながら彼の物語がどのように展開していくのか、視聴者は興味津々でその先を見守ります。この第1話は物語の始まりを飾る重要なエピソードであり、ファンタジー要素が織り込まれた魅力的な世界観を堪能することができます。ドラマ全体の展開に期待が高まる一方、視聴者は物語の謎と秘密に引き込まれます。青い海の伝説の第1話から始まる魅力的な物語は、視聴者を心惹かせる幻想的な世界へと誘います。このドラマが持つ魅力を味わいながら、その先に待つ感動と興奮に期待してみませんか。感動の結末、青い海の伝説最終話の魅力。青い海の伝説の最終話は物語の感動的なクライマックスを迎えます。シムチョンとジュンジェの運命的な愛が最終的に結ばれる場面は多くの視聴者の心を打ちます。以下、最終話のあらすじと魅力についてご紹介します。物語はシムチョンがみんなに別れを告げ、一時的に姿を消す場面から始まります。ジュンジェは目覚め、ベッドの脇に置かれた真珠に思いを馳せます。3年後、ジュンジェは記憶を失いながらも海に通い続け、その理由を周囲に理解されません。一方、シムチョンは海での休息と食事で回復し、ジュンジェの元へ向かいます。再会したジュンジェとシムチョンは、ジュンジェの記憶喪失による複雑な感情の中で再び交わります。しかし、実はジュンジェはシムチョンを覚えており、自らの記録を頼りに彼女を探し続けていたことが明らかになります。二人はついに再び結ばれ、幸せな未来を歩むことを決意します。この最終話は、運命や記憶の喪失といったテーマを通じて、愛が全てを乗り越える力を描き出しています。ジュンジェとシムチョンの結ばれる姿は、視聴者に感動と希望を与え、ドラマ全体の感動的なクライマックスを形成します。青い海の伝説の最終話は、愛と運命の力についての美しいメッセージを伝えると同時に、物語全体の素晴らしい締めくくりとなっています。この感動的な結末を体験するために、ぜひドラマ全話を通してご覧ください。きっと心に残る物語に出会えることでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。